マイキー、目は覚めた？マイキー、本当の世界はどうだった？たくさんの僕がいたよ。なんだか変な顔してた。なんだったのあれは？アイクラの世界はプログラムで作られているのだ。無数のワールドが同時に存在していて、マイキーという存在も無数にあるのだ。しかし、マイクラというもの自体がプログラミングで作られている以上、ハッキングでマイクラそのものをコントロールすることが理論上可能なのだ。しかし、マイクラの世界を乗っ取るには膨大な量のエネルギーが必要となる。どういうこと？マイクラの世界を乗っ取る？初心者エネルギーを知ってるか？初心者エネルギーとは、自分のことをすごいと勘違いしている初心者が敗北を認めた瞬間に生じる精神エネルギーだ。自分のことをすごいと勘違いする初心者なんているの？ある集団がその初心者エネルギーに着目し、無数の平行世界から喋る亀のマイキーを見つけ出し、カプセルに閉じ込め、夢の中で無限に初心者 VS プロの勝負をさせることで、無限のエネルギーを抽出することに成功したのだ。けどなんで僕が狙われるのさ。まあ私初心者っていっぱいいるじゃない。なんで僕なの？普通の人間であれば、何回も敗北を味わうことで自分の実力のなさを認めるが、マイキーは亀だから負けたこと自体を忘れてしまうのだろう。だからマイキーからは無限に初心者 VS プロエネルギーを取り出すことができるのだ。まあ確かに僕はポジティブシンキングな亀っすけど、それが理由なのかな。今私の喋っているマイキー、つまり君だ。君は善一という強力な相方がいる。だから救世主になりうる。善一というプロと出会ったマイキーがいるワールドを探すのにとても時間がかかってしまった。君をずっと探していたんだ、マイキー。世界中の閉じ込められたマイキーの居場所にたどり着くコードを今ハッキング中だ。もうじきに解明するだろう。マイクラの世界が悪の組織に乗っ取られて終焉を迎えないように一緒に戦ってくれないか。うん、なんかこのままだとマイクラの世界が崩壊してしまうんだ。悪い集団に対抗するために僕たち特訓をしようよ。まあ楽しそうだしやってみようかな。まずはこのコースで。ここではマイクラのコンソールをハッキングしてチート能力を使用するのだ。こんな感じでな。こうだ。おお、すごい。こんなことができるなんてすごいや。僕もやってみたい。すごい、マジだ。こんな感じさ。すごいや。イメージするんだ。イメージをすればマイクラのコンソール画面が頭の中に浮かぶはずだ。そこにコマンドを叩き込んでマイクラのプログラムの一部をハッキングするんだ。マイキー頑張って。イメージ、あ、できるわ。分かった気がする。今のこの一瞬でマイクラのすべてを理解しちゃった。ああ、余裕っすね。ああ、まあお二人さん、簡単簡単、見てて。うん、完全に理解しちゃった。イメージしたから叩き込むよ。うっどう？え、ああ、土が出た。まあマイキーにしては上出来だ。まあそのままやりなさい、マイキー。まあまあ驚かないでお二人さん。おれお、よしよしよし、一瞬でね、こんなビルとビルの間渡っちゃいますから。それが僕の能力の高さですよね。余裕、すべて理解しちゃった。お、見事渡り切って戻ってこれたね。ふい、余裕だったよ。よし、次は善一の番だ。善一君、緊張しなくていいよ。最初はみんなできないからね。僕は特別にちょびっとうまくできちゃったけど、僕特別だからできなくたって恥ずかしくなんてないから、できる範囲でいいから善一君頑張ってごらん。ファイトだよ。分かった、頑張ってみる。よし、コマンドが頭の中に湧き出てきた。お、うん、ああ、
そういうことか。これだ。おう。ビャー！すごいや。全長やっぱりすごいや。うん、キャリーの言う通り、とてつもない初心者エネルギーを感じる。初心者のエネルギーが抽出できてしまった。すごい、圧倒的だ。よし、次は戦闘訓練だ。マインクラフトのコンソールをハッキングできるようになった君たちならば、戦闘能力も格段にアップしているだろう。なんだかすごいところに来たね。戦闘か、ワクワクするよ。カメなのに戦闘能力が格段にアップしちゃった僕が大活躍しちゃうと思う。戦闘か、緊張するな。では準備をできたら、そこのボタンを押すんだ。じゃあまずは僕から行かせていただきますかね。うん。わあ。おう。ではまずこのモンスターを倒してもらおうか。用意ができたらそのレバーを引くんだ。じゃあ引くよ。まずは僕からそこで見てて。僕がすべて倒すからね。よし。はあ。待て待て、落ち着いて。余裕余裕。さっき勉強したマイクラにハッキングしてマラララって。早い。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。よし、これだ。えい。もう一回。えい。ああ、もう一回、もう一回。えい。ああ、マイキー、土だけ出してもダメじゃん。ハッキングはできたのに、僕天才ハッカーのはずなのに。次は善一、お前がやってみるか。はい、お願いします。あ、ちょっとタイム。今は夜の7時だ。夕飯を食べないとな。私は時間に厳しいからな。え？え？何してるんですか？ああ、私には構わないでくれ。私は時間に厳しい男でね、毎日同じ時間にご飯を食べないと気が済まない性格でね。では続けようか。僕もお腹すいたなんですけども。よし、食べるか。あ、マイキー、勝手にマッケンジンさんの食べ物を食べようとしちゃダメでしょう。あ、ごめんなさい。いいぞ、そのケーキはマイキー君にあげよう。食べなさい。ありがとうございます。おいしいです。マッケンジンさん優しくてよかったね。よし、行くぞ。お、来た来た来た。手が弱いな。あ、よし。おお、とりあえず一マス上に来たのがいいな。ここなら相手の攻撃を食らうことはないからね。あいつを見えないバリアブロックで囲ってしまおう。よし。おお、モンスターが動けなくなってる。なかなかやるな。予想以上じゃないか。そうだね。いいぞ、もう一個ケーキ取ってば。あ、ありがとうございます。よし、もう攻撃してこないな。じゃあ、あ、うん、よし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 。チェンジすっごいや。うん、ありがとう。いい感じだな、閉じ込めたし。あー、ただこの一番左のこのコマンドブロックのコード間違えちゃったんだよね。危険だから削除しないといけないかな。よーん。え？僕も手伝わせてよ。ああ、これかな。あ、マイキー、それダメ。それは押さないで。それはダメ。押さないでって言われると押したくなっちゃうんですよね。え、ダメだって。ああ、言ったじゃん。え、ちょっと待て、ちょっと、あ、ちょっと、あっ、ふぅ。ん？うわ、マイキー、はあ、あとちょっとだったのにな。ごめんなさい。僕のミスだよ。もっと強くならなくっちゃ。お、キャリーちゃん、ん？二人が頑張ってるからこれをあげます。何をくれるの？ありがとう、僕の大好きなケーキだ。ありがとう。ありがとう、キャリーちゃん。うん、これで僕たちももっともっと頑張るよ。みゃみゃ。
ああ、僕強くなっちゃったからな。えい。よし。もう一つおまけに。えい。よし。よし。よし、僕は僕でやろうかな。よしよしよし。これでどうかな。よし。これでどうかな。うん。はあ。よし、そろそろお前たちに会わせたい人がいる。ついてこい。誰だろうね。おいしいケーキ屋さんかな。ワクワク。よし、準備はいいか。ついてきなさい。じゃあ僕も行く、うん、おいしいケーキ屋さんかな。参る。行くか。ここだ。この家だ。世界で最もマインクラフトを知っているお方がこの家にいらっしゃる。マインクラフトを最も知る者？誰だろう。ついてきなさい。連れてきました。それでは私は失礼いたします。え？あなたは誰？マインクラフトのすべてを知るものなんですか？そうですそうです、僕は神なんですよ。よく見抜けましたね善一。この人多分大物だ。何でも知ってる人だ。僕が神なの見抜いたもん。マイッキーが神なのは誰が見てもわかるよ。え、嘘。この生かしたサングラスしてもう完全に亀感消したはずなのに。え、はい、僕たち仲良しですよ。マッケンジーさんとも仲良しになりました。はい、マッケンジーさん僕たちに稽古をつけてくれました。あと僕にはケーキとかお菓子をくれました。マッケンジーさん大好きなんです。はい。え、近いうちにマイッキーとマッケンジーさんのどちらかの命を選択しなければいけない事件が起きる？何何何何何何何？ケーキの取り合いの喧嘩でも僕たちするのかな？僕とマッケンジーさんが？まさか。違うってばマイッキー。僕たちにマイッキーとマッケンジーさんのどちらかの命を選択しなきゃいけなくなる事件が起きるって。要するにどちらか一人が必ず死んでしまうってことだよ。